はい、柿畑に来ております。まず最初に、今日8月11日、僕の誕生日なんですが、夜の9時、21時ぐらいからね、ライブ会見と一緒に、ライブさせてもらおうと思います。はい、またご報告します。はい、柿ですが、って感じやね。まあまあ全然なってません。強剪定やってるんで、で去年が出来が悪かったんですけど数はできたみたいな感じで、まあいや豊作言うと豊作やねんけど、そんな感じになってるんで今年は無理やと思って思ってたんで、強剪定かけたんですが、案の定ですね、全然柿が100個ぐらいしか取れへんのちゃう今回。多分ね100ぐらい、30何本柿の木があるんですが、多分100ぐらいしか取れない。もうちょっと取れるかな。100は寂しいね。もうちょっとあるけど、今からちょっとね適格とかやって、で、夏生えてきた枝とかをカットしたかってんけど時間がなくて、放置やったから余計にちょっとまずい状態になっております。でここ、何週間経って、2週間経ってないまだ、こんなもん、そろそろ覚悟さなあかんね。ここまたカット草刈りね、これ大変でしょ。これ平行なんですよ。これほんでね、斜面で何が嫌かっていうと、斜面で柿の木の下も刈らなあかんじゃないですか。それが嫌なんですよ。疲れる。ほんでね、ここも短くカットしとかないと、長い草生やしてしまうとね、次ね、その草集めないと、あれです。次草刈るときに足滑るんですよ。で、やっぱりね、草、にゅるって腐ってくるんですよ、中でね。踏んだら足が滑って危ないんで。で、短い時期に20センチから、長くて30センチやね。それぐらいでカットしといたら、こう、朽ちていくのが早いんで。だから、腐るまでいかないんですよ。で、足も滑りにくい感じなんですね。だから、柿。もう早め早めに、うちは切るようにしてます。いくら、ナイロンコードでね、砕いてくれても、長く残るんで、そしたら、やっぱり、滑ります。カッター取って、こんな感じ。これ長いぐらいです。こんな感じで、これがね重なってくると腐って、まだいけるけどね、地面出てるんで。でもこれ地面出てないようになったら腐ってくるんでね、はい、そしたらもう足が滑って滑って、ほんで雑菌とね虫がやっぱり湧いてくるんで、そうなるとね、また、周りの人に迷惑かけたらあかんしね。この枝、終わってるね。この枝、カットやね。でも、こっち寂しなるね。寂しなっても、もう枯れてるから、カット。この立ってる枝。またね、冬は冬で、この剪定とかいろいろで忙しなるんでね。柿腐ったら、これ、バイキン入ったな。って感じで、やっております。で、ここも、その前の、時に買ってんかな。ここの前にね、もう切らなあかん、草刈り。で、斜面はもう草刈らなあかんね。
はい、もう20センチ超えとるね、背丈って感じで、で土ばっかりで草刈りに今年は縁ないわと思ってた竹やぶ前なんですが、よいしょ、こんな感じ、こんな感じやっぱり草さんはすごい。2歳ほど切ってるんですよ今シーズン。でも無理、もう20センチ超えてるね。もう今回、今週明日でぐらいでももう草刈らなあかんね、ここね、こんな感じで、はぁーって感じだねここはそんなに大変じゃないんやけど、石が飛んでくる、石がって感じで、でこれスウェーデントーチ作ろう思って放置いただいたね、切り株、これをスウェーデントーチ作って冬にキャンプします。何人限定、2、4、6人で、うち1個欲しいから5人限定でスウェーデントーチ作ってここで、キャンプファイヤーしてください。いいですよスウェーデントーチは、迫力があります。もう多分大丈夫と思う、朽ちてると思う、なんぼでもくれんねんけどね、あんまりもらってもね、ダメやから、いっぺん作ってやってみて面白かったらまたするみたいな感じに思ってます。昨日草刈りやってて、体験前昨日草刈りやってたんですが、倉庫開けっぱなってる、別に開けっぱでも雨降れんかったらええねんけど、はい、ということで、畑の様子ですね。で、ライブをさせていただきますんで、また お集まりくださいということで、よろしくお願いします。はい。